アルミーダーン劇場とは、ハイハのワディニスナス地区に設置された、アラブ系イスラエル人を対象とした劇場である。アルミーダーン劇場は、その当時は、サハ政党の労働党のラビン政権であった1994年に、シュラミット・アロニ教育省や、アムラム・ミツナハイハ市長らにより、ハイハァ並びにその近郊のアラブ系イスラエル人を対象とした劇場として設立された。 なぜならば、イスラエルにおいては原則として上部から、ヘブライ語、アラビア語、英語の三カ国語が併記されている場合が多いが、同感はイスラエルにおいては、ケウな事例であるが、上部にアラビア語が記載され、下部にヘブライ語が記載されており、アラビア語を尊重する態度を見せることにより、アラブ系イスラエル人の自尊感情を傷つけないように、配慮がなされている。さらに、アルミーダーンとは、 広場を意味するアラビア語であり、ヘブライ語ではない。また、同館の館長は、アラブ系イスラエル人が担っている。同館には2つのホールがあり、そのホールの定員は、それぞれ292席と112席である。ありがとうございます。